幽霊の日常。ここは廃病院。そして、俺はここに住み着いている幽霊。もう、十年くらいはいるかな。何人か千十人がいたけど、みんないなくなってしまった。成仏した奴もいるし、ここに面白半分で来たやつにくっついていったやつもいる。でも、大概の幽霊たちは、 心霊スポットとして騒がしくなったこの場所に嫌気がさして離れていった。今では俺一人だ。だけど心霊スポットとしては健在らしく、月に何回かは肝試しに来る人間がいるから寂しくはない。今夜もまたお客さんが三人ほどやってきた。まだ中学生くらいだろうか。俺は別に脅かしたりはしない。 ただ、観察するだけだ。ここがあの肺病院か。嫌な雰囲気だな。なんだよ、ビビったのかよ。ビビってねえよ。な、ビビってねえよな。いや、僕は怖いよ。早く帰りたいし。そんな会話をしている三人組だが、なかなか中に入ろうとしない。 早く入っておいで。じゃあ、行くぞ。うん。おう。割れたガラスの散らばった通路を慎重に歩いていく三人。ふいにリーダーが立ち止まる。ここ、マジやべえな。俺、いろんなところに行ってるけど、ここは怨念が半端ねえよ。ああ。 俺もさっきから視線をビシバシ感じてるぜ。あっちからもこっちからも気を引き締めていかねえとな。あっちからもこっちからもって俺一人しかいないのに怨念なんてものもありゃしません。ちょ、そんなにやばいなら帰ろうよ。バカ大丈夫だよ。俺たちがついてるだろ。そうだよ。 それに俺、ちょっとした例くらいなら払えるし、心配すんな。うーん、わかった。そして三人は再び歩き出す。一階のロビーを抜け、診察室などを見て回った後、二階へ。お前ら、ちょっと止まれ。こっから先は、マジやばい。あの曲がり角のところ、いるぜ。俺も見た。 足音もしたし、あそこにいる霊、あれは、じいさんだろ子供だなえあ、そうだな。じいさんに見えたけど子供だったかも。だ,だろそうだ。足、足がない子供の幽霊だったよな。俺はお前らの後ろにいるし、角には誰もいないよ。 足がない幽霊なのに、足音って矛盾してないかねえ、本当に見えるの僕、何にも見えないからそんなこと言われると余計怖いんだけど。見えるに決まってるだろ初めて言うけど、オレンチってすっごい霊感があるシャーマンの末裔なんだ。 100年に一度、すごい能力を受け継いだ子供が生まれるんだけど、それが俺だ。俺んちは、今は普通のサラリーマンだけど、ちょっと前まででかい寺やってたし。今も毎週修行するんだぜ。滝に打たれたり、一週間絶食したり。そしたら、最年少で霊を払える能力を手に入れたんだ。初めて話すけど。す、すっげえ、二人とも。 なら安心だね。だけど、あの角に潜んでる奴はかなり手強いぞ。弱い幽霊なら、俺の守護霊が跳ね付けてくれるんだけどな。格の高い守護霊だから。格の高い守護霊ね。確かにいるにはいるけどね。俺にはただのくたびれたリーマンにしか見えないけどな。あくびしてるし。 大丈夫だ。こんなこともあろうかと家の家宝を持ってきたんだ。そう言ってリーダーが何か小袋をポケットから取り出した。驚くなよ。これは幻の水晶なんだぜ。そう言って彼が二人に見せたのは丸いガラス玉だった。おーと歓声が上がる。水晶には邪悪なものを退りける力があるんだ。 だから平気だ。まあ、本物の水晶ならね。だけどそれビー玉じゃんラムネとかに入ってるやつ。それで何を退りけるっちゅうのよし、行くぞ。三人はそろそろと廊下を進み、三階までたどり着いた。ほらな、俺の言った通りだったろ 何もなかったのは水晶のおかげだ。バカ、俺だって心の中でずっとお経を唱えてたんだからな。ねえ、それより、この廊下の突き当たりだよね、今日の最終目標。そうだ、あの中に入って無事に戻ってきた者はいないらしい。死んだ奴もいるし、たとえ生きていても発狂して病院行きだ。 やめようよ、今すぐに。だから俺たちが最初の攻略者になるんじゃないか。そうだよ。部屋の中に入って何か一つここのものを持って逃げれば俺たちの勝ちだ。楽勝だよ、楽勝。なるほど。最近訪問者が増えたのはそういうことか。肝試しプラス根性試しね。なら何もないまま終わるんじゃつまらないよね。 少しサービスしてやるか。三人がドアまで近づいたのを見計らって、俺はわざとゆっくりとドアを開けてやった。ぎ、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 と、音つきで。か、か、か、勝手にドアが開いたぞ。ば、ばか、風のせいに決まってるじゃん。ビビんなよ。せっかく本物の幽霊が開けてやったのに、風のせいかよ。 回さなきゃ開かないドアノブなのに。は、入るぞ。三人がゆっくりと部屋の中に入ってくる。次は、そうだな、これを使うか。俺は部屋の隅に置いてあった車椅子を三人に向かって少しずつ動かし始めた。 びれた音が部屋に響き渡る。う、う、うわぁ車椅子がマジでシャレになんないマジやばい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 ,やばい自称シャーマンの末裔と天才霊能者は気の毒なくらい足がお震え怯えている。あれ俺最初に観察するだけって言ったっけまあ、たまにはこんなこともあるさ。 特にこんなほら吹き中学生には、ちょっとお仕置きも必要だろう幽霊だって、皆がみんな、俺のように善良な奴ではないんだし。拾ったよここに落ちてたボールペン早く逃げようよ清和君の一言で、ビビリ二人も悲鳴を上げながら、一目散に逃げていった。やれやれ。今回のお客はやかましい奴らだったな。 窓から下を見ていたら、ちょうど三人が飛び出していったとこだった。これに懲りたら、シャーマンだの霊能者だのと、嘘つくんじゃないぜ。痛い目に遭う前にな。それにしても、あの三人の中で一番の嘘つきは、清和くんだったとはね。見えないふりも大変だな。最後、ここを出ていくときに、振り返って俺に手を振っていきやがった。 しかも笑顔で。ありゃ、大物だわ。